背景です。今回は西武の先発差がやばすぎるということで、今回はライオンズの先発陣の格差について話していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは先発格差がやばすぎる件ということで話していこうと思うんですけれども、まあライオンズですね、やっぱローテーションメンバーのいい人たち、まあ悪い人たちの差が結構激しいということなんですね。それがね、以下の通りになっているんですけれども、まあ高橋光成投手、松本投手、今井投手、平投手の4人と、まあ隅田投手、宇佐投手、遠山投手の3人でね、まあ結構いい悪いがはっきりしてしまっているというのがあるんですね。まあ成績をね、見てもらうとわかると思うんですけれども、まあ高橋光成投手、今井投手、平投手、松本投手の4人に関しては、勝ち星もね、みんな3勝を挙げている。まあ松本投手だけね、2勝ということですけれども、まあ負け越しが先行している人が誰もいないんですね。で、この4人合わせて11勝3敗ということで、この4人だけで貯金8を作っているのに対して、まあ他の3人に関しては2勝8敗ということで、まあ大きく負け越ししてしまっているんですね。で、QS 率っていうところを見ても、上位4人に関しては、みんな 75% 以上を超えているのに対して、まあ他の3人は、まあ隅田投手 60% やってますけれども、まあ与田投手、エンス投手に関しては 50% 下回ってしまっているということで、まあそういったところでもやはりね、差が歴然としてしまっています。まあ他の3人、隅田投手、与田投手、エンス投手の3人に関しても、まあめちゃめちゃ悪いかっていうと、まあ決してね、そんなにめっちゃってほど悪いわけではないんですけれども、まあただやっぱり、まあ他の4人が良すぎるっていうのもあると思いますし、まあ差がかなり深刻になってきてしまっているっていうところと、まああとはライオンズちょっと今シーズンに関してはかなり救援陣が苦しいっていうところがあって、やっぱり先発陣が試合を作れないとなると、まあ勝つことはほとんどできないということが多いんですね。で、やっぱり隅田投手、宇田投手、エンス投手の勝ち星が伸び悩んでしまっている点としては、まあそういったところなのかなというふうに思いますね。まあ他の4人に関してはね、ほとんどみんな1点台、松本投手もまあ 2.08 なんで、まあ1点台近い防御率に対して、まあ隅田投手、宇田投手、エンス投手は、まあエンス投手は一応ギリギリ3点台ですけれども、まあ4点台で10点台っていうことでね、まあなかなかやっぱり安定感に欠けるような内容になってしまっているというのもありますので、まあやはりね、そうなってくるとなかなか勝ちはついてこないのかなというふうには思います。で、まあ先発ね、今後じゃあどうしていった方がいいのかってところを考えていきたいんですけれども、やっぱり、まあ上の4人の投げる試合を確実に勝っていく、まあ上の4人にどれだけ勝ち星を上積みすることができるかっていうところが、やっぱり大切になってくると思うんですよね。まあ高橋光成投手に関してはここまで2試合、まあ中継ぎ陣、救援陣に勝ちを消されてしまっているという状態で、まあそこがしっかりと勝っていれば、まあ高橋光成投手は、まあ一応ね、5勝ということになっています。で、松本渉投手もこの前7回失点、ハイクオリティスタート素晴らしいピッチングしたんですが、まあ打線が打てずということで、まあ、負けがついてしまっているということなんですね。で、やっぱり、まあ高橋光成投手含めてね、この4人が投げるときに確実に、まあ点を取っていく、まあ中継ぎ陣もしっかりと抑えていくっていうところ。で、それで、まあしっかりとこの4人にね、勝ちを増やしていくってところが、まあ大切になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ起点的に1点台なんで、まあそんなに3点とかも取られることがほとんどないんですよ、この4人に関しては。なんで、やっぱり基本的に打線が、まあ3、4点取れば勝てるということなので、まあ勝つ確率は非常に高いと思うんですよね。なのでやっぱりこの4人で確実に勝っていきたいというところを、そのためにはやっぱり勝ちパターンの固定だったりとか安定させていく必要があるので、まあそこがやっぱりここ最近はなかなかうまくいっていない。特に抑えに関しては、まあ増田投手が打たれてしまったりだとか、今日代わりに投げた青山投手が打たれてしまったりっていうことがやっぱりあるので、まあこのブルペンの整備、特にせめて勝ちパターンはしっかりとね、固定安定させていきたいというところが第一優先課題になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、今はこう7人ローテっていうのをやっててですね、まあ、この7人が今先発で投げているということなんですね。で、今今井投手が2軍行っているということなんですけれども、まあ、この下位3人ですね、隅田投手、与田投手、エンス投手、これ3人を、まあ、みんな投げさせる必要があるのかっていうところはやっぱりちょっと考えるべきかなというふうに思ってますね。で、今今井投手を下げてしまってるんで、今は松本投手、高橋光成投手、平投手、隅田投手、与田投手、エンス投手の6人ということなんで、やっぱりこの上位4人はみんな中6日運用していく中で、まあ、隅田投手、宇佐投手、エンス投手の中で調子いい2人をまあ投げさせて6人で回していくってことの方が、勝つ確率考えたら絶対高いんじゃないかなというふうには思います。で、やっぱりこう7人ローテやっていくことによって、こう中継ぎの枠っていうのもまあ1個減ってしまったりだとか、まあ、結局こう7人で回したとしても先発の投げるイニングってそんなに大きく変わらないんで、こう中継ぎの負担を減らせるかっていうと別にそういうわけではないということなんで、
まあ、そこを考えてもやっぱりこう7人ローテではなくて、まあ、しっかりと6人ローテでこの調子いい4人を投げさせて、で、まあ、残りの3人の中で、まあ、2人調子いい人を、ね、入れるっていうやり方、まあ、その方がやっぱり確実に勝ってはいきやすいのかなというふうに思うので、ここの投手起用ってところもね見直していってほしいなというふうに思います。まあ、もちろんねこの4人に関しては今後もこういったピッチングをぜひ続けていってほしいというふうに思いますし、まあ、隅田投手、小田投手、エンス投手に関してはもう一頑張りやっぱりやっていってほしいなというふうに思いますね。まあ、隅田投手も本当にいい時と悪い時はちょっとはっきりしてしまっているっていうところがあるので、まあ、もっともっとやっぱり安定感を出していきたいところだと思いますし、まあ、エンス投手に関しては、まあ、基本的にやっぱり試合を作れてない、まあ、4敗してしまっているっていうのがそれを物語っているんですけれども、まあ、昨シーズンはね結構毎回毎回試合作ってくれていたと思うので、まあ、昨シーズンのようなピッチングを取り戻していきたい。で、与田投手に関してはやっぱりね他の6人より出遅れてしまった部分がありますので、まあ、なんとかそれを取り返すぐらいの活躍っていうのをね、見せていってほしいなというふうに思います。まあ7人とも全員力あるピッチャーですし、本当に2桁ぐらい勝てるあのポテンシャルを持っている選手たちだと思いますので、まあなんとかこの7人で競い合って頑張っていってほしいなというふうに思います。まあ先発が問題というよりかはどちらかというとメナカ継ぎの方がライオンズかなり問題だと思いますので、まあそっちのブルペンの整備というところもね今後は期待していきたいと思います。以上です。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。今後もライオンズに関する動画アップしていきますので、いいと思った方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。